皆さん、こんにちは。NHK 教育テレビ、一人でできるもん、を、皆さんご存知でしょうか。1991年4月1日から2006年3月31日まで、NHK 教育テレビジョンで放送された、幼児から小学校中学年向けの、料理をメインとした教育番組です。そんな、一人でできるもん、で、初代、舞ちゃん役を務めた、元子役の平田美代さんが、2016年8月5日に他界しました。まだ33歳という若さでした。今回は平田美代さんがどういった人物だったのか、なぜ亡くなったのかなどについて調査しましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。平田美代さんは1983年6月1日生まれ、2歳の時にモデルとして芸能界デビューし、その後も子役として活躍しています。ファミリー層から絶大な人気を誇り、好感度も高く、子供向け番組だけでなく多方面で活躍をされていたようです。そんな平田美代さんが広く知られるようになったのは、なんといっても1991年から放送された NHK 教育テレビ「一人でできるもん」の初代舞ちゃん役に抜擢されたのがきっかけです。当時平田美代さんはまだ8歳でした。その後平田美代さんは「一人でできるもん」の第1シリーズに3年間出演し、一躍人気者になりました。1993年には NHK 紅白歌合戦にゲスト出演を果たし、天才子役として大活躍しました。そんな平田美代さんも1994年に「一人でできるもん」を卒業するのですが、その後も NHK の教育番組や子供向けの番組を中心に活躍しています。1998年と1999年には再び「一人でできるもん」に登場。今度は舞ちゃんに料理を教えてくれるお姉さん役として活躍しました。小さな頃に初代舞ちゃんで育った世代にはまさに感涙ものの粋なキャスティングだったと言えますね。ちなみに平田美代さんは「一人でできるもん」卒業後の1年間に起用された CM は実に7本に上りました。当時の平田美代さんの好感度の高さがうかがえますね。そして2000年には「みんなの広場だワンパーク」に「みーよ」役で出演した平田美代さん、子供たちと一緒に楽しそうに歌やダンスを披露する彼女の姿は今も多くのファンの記憶にとどまっていることでしょう。大学への進学を機に学業に専念するため芸能活動を一時休止していました。それでもファミリーイベントや朗読会、手話通訳などの教育関係の芸能活動は無理のない範囲で続けていたようですが、徐々に芸能活動を縮小し、ほどなくして芸能界からは引退したと言われています。縮小せざるを得ない何らかの理由があったのでしょうか。すでに芸能界を引退して一般人だった平田美代さんは2016年8月5日、自宅で倒れているのを母親に発見され、救急搬送されますが、そのまま搬送先の病院で死亡が確認されました。享年33歳という若すぎる死でした。そんな平田美代さんの訃報は、彼女が亡くなった2日後の2016年8月7日に、かつての所属事務所、ゲンプランニングの社長、加藤源さんにより、自身のフェイスブックで明らかにされました。芸能事務所ゲンプランニングの加藤源さんは、平田美代さんの最後のテレビ番組出演となった「みんなの広場だワンパーク」の制作に携わるなど、平田美代さんと親交がありました。今から16年前に子供たちに生でバンドの音を聞いてディスコみたいに踊れる番組を企画制作した NHK 教育テレビジョン、みんなの広場だワンパークのメインキャラクターを務めたみーよこと平田美代さんが肝不全で亡くなったと連絡があった。33歳だった一人でできるもんの初代舞ちゃんとして NHK デビューをし、歌って踊れる子供たちのアイドルとして起用された。当日ブルーやピンクの髪をしたコスプレは現在の初音ミクやキャリーパミューパミューやアニメのアイデアの元になったとも言われている。すでに芸能界は引退していたので芸能欄やスポーツ誌で扱われることもないが、
私の夢を叶えてくれた子供たちのアイドルの冥福を祈りたい、と加藤源さんのフェイスブックに平田美代さんを追悼するコメントが書き込まれています。現在は芸能界を引退し、すでに一般人となっていた平田美代さんの死去は、当初メディアではほとんど伝えられることはありませんでした。しかし、一人でできるもんの往年のファンは少なくなく、加藤源さんの投稿をきっかけに平田美代さん死去のニュースは衝撃をもって受け止められ、静かに広がっていきました。結局、大手メディアで報道されたのは平田美代さんが亡くなって約1ヶ月後の9月1日になってからのことでした。最初に平田美代さんの死去を伝えた加藤源さんのフェイスブックへの書き込みや、その後の報道によると平田美代さんの死因は肝不全だったことがわかります。肝不全とは、人が生きるために必要なタンパク質や脂肪糖などを作り出す肝臓の機能が様々な原因により不完全となることです。肝不全を発症すると、疲労、脱力感、食欲不振などの症状が起き、さらに重篤になると意識障害や精神錯乱などを引き起こす肝性脳症や昏迷、昏睡に陥る肝性昏睡になります。もしかすると、最後に部屋で発見された時の平田美代さんはこの肝性昏睡の状態に陥っていたのかもしれませんね。公表された平田美代さんの死因は肝不全でしたが、実は背景に何か別の病気があったのではと考える人は少なくないようです。というのも、肝不全とは肝臓に関係する病気の結果として様々な症状が現れることだからです。一般的に肝不全の原因は C 型肝炎約 60%、 B 型肝炎約 15%、 C 型肝炎約 60%、 B 型肝炎約 15%、 アルコール性肝障害約 15%、 3つの病気で約 90% を占めると言われています。また、肝硬変や肝臓がんの影響で肝不全となり死に至る場合も少なくありません。平田美代さんの肝不全は果たしてどのような病気から来るものだったのでしょうか。しかし、平田美代さんの肝不全については詳しい情報が公表されていないため、いろいろな噂や憶測が飛び交っている現状にあるようです。その中でも多いのが肝臓がんだったのではという噂です。なぜなら、平田美代さんは33歳という若さで亡くなっているからです。一般的に不法で死因が肝不全とされている場合でも、実際には肝臓がんが原因であることも少なくないようです。そして、個人や遺族の意向によりがんであることを公表したくない場合に、死因としてよく使われるのがこの肝不全なのだとか。平田美代さんの場合もあくまで直接的な死因は肝不全ですが、その背景に肝臓がんという病気があった可能性は否定できないと言えそうです。幼い頃から華々しい芸能生活を送り、その後は学業に専念、成績も優秀だった平田美代さん。しかし、そんな平田美代さんですが、2012年頃から体調に異変が起きていたとみられます。何度も体調を崩しては入退院を繰り返していたようです。また、平田美代さん死去のニュースをきっかけに、以前の平田美代さんの激痩せ騒動を思い出した人も少なくなかったようです。というのも、平田美代さんが出演していた2000年頃、特に平田美代さんが17歳前後の頃にガリガリに激痩せした姿が話題になったことがあったんですよね。当時、主にネット上では平田美代さんの激痩せは病気というよりも過度なダイエットから来る拒食症が原因ではないかと言われていたようです。というのも、平田美代さんは歌って踊れるアイドルで、キレのあるダンスを踊るためにはより細く、より身軽に、そういう意識があったのかもしれません。ただ、平田美代さん死去のニュースが広まったことで、2000年頃の平田美代さんの激痩せは拒食症のせいではなく肝臓の病気が原因だったのではとの説がささやかれていました。成長期の無理が肝臓に負担をかけ、そのことが晩年の肝不全の一因になった可能性が
考えられているようです。皆さんいかがでしたか。歌って踊れる子供たちのアイドルとして人気を博した平田美代さん、当時はまだ斬新だったコスプレは多くのアニメのアイデアの元になったとも言われています。たくさんの人たちに元気と笑顔を届けてくれた平田美代さん、ファンの人たちの心の中に平田美代さんの笑顔はずっと生き続けているでしょう。最後に33歳の若さでお亡くなりになった平田美代さんのご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらコメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。